私は都落ち下見から、思いがけず将軍になれたのはいいものの、将軍として経験のある父上を亡くしてしまった。経験もなく、誰の貢献もない私が、どうしたら将軍の務めを果たせるだろうか。何を弱気なことを申されますか。御所様は、押しも押されもせぬ征夷大将軍であります。将軍には貢献などいりません。ただ、将軍としての器量と武威を、天下に知らしめられれば、それで良いのです。それが難しいから、困っているのだ。いやいや、難しくありません。御所様の器量を示す、簡単な手段があります。というと、戦です。戦とか、物騒なことしようとしてる。でも先代の将軍、義久も、近江六角氏征伐で、自らの将軍としての器量を示そうとしました。現代でも、北朝鮮の金正恩総書記が、金正日総書記の後継者として、擁立された時、自らの将軍としての器量を、国内外に示すために、韓国ヨンピョン道を砲撃するという事件を起こしました。時代、国を問わず、自分の強さをアピールする時に、使われる手法なのね。戦っていうのは、そういうこと。そうこうしているうちに、六角高頼がまた、自社本寿領を横領し始めましたぞ。これはお灸を据えねばなりませんな。楽しそうだな。お前は、六角高頼とは、南近江の守護大名です。高頼は先代将軍義久の頃から、自社や公家の領地を武力で奪い取る、ということを繰り返しており、幕府からの返還命令も無視していました。自社本寿領は、自社本所にお返しするのが、筋でございます。とりあえず天下に広く、六角征伐の下旨を下しますね。待て。六角高頼といえば、兄上をもってしても征伐しきれず、兄上はその陣中で亡くなられた。はっきり言うが、我が将軍家は六角に負けたのだぞ。それに、大名たちが軍を出してくれるかもわからない。こういうことは慎重に決断せねばならない。お姉様、安心してください。なんだよ。もう下事情は諸大名に発送してあるので、大丈夫です。大丈夫ねえよ。というわけで再び六角征伐が決まり、諸大名の連合軍が近江に集まり始めました。ここで集まった軍勢は、義種たちの予想を上回るものでした。あわわわわ。すごい集まったな。画面いっぱいじゃないか。密ですね。我々は、御所様のご下事に応じ、この通り参陣いたしました。大義である。兵の士気は高く、いつでも出陣できます。あい、わかった。細川殿に先陣を任せる。慎重に戦うのだぞ。よい。この時参陣した大名は、細川一門、畠山、芝、赤松、若狭武田、山名、一色、両国、時、北畠、二木、大内、と、天下の主要な大名たちです。軍勢は野山を覆い尽くし、雲のごとし、霞のごとし、と評されるほど膨れ上がりました。結構いっぱい来たのね。中には、呼ばれてないのにわざわざ来た者もいたそうです。なんでなん、みんなそんなに六角嫌いなの。六角が嫌いというより、単純に、将軍が戦だ、と号令をかけたからです。応仁の乱以降将軍の権威は低下しましたが、それでもなお、将軍が天下諸侍の御主、であるという認識は、世間に広く共有されていました。御主である将軍の権威は、未だに絶大だったということです。おー。西からすごい大軍勢が、こっちに向かってくるのを。そうですね。あの軍勢はすべて、あたいの軍勢ということで間違いないね。間違いです。すべて敵です。マジか。やばいかも。これだけ軍勢が集まれば楽勝です。ハムロ、もっと慎重になるべきだろう。もし負けるようなことがあれば、器量を天下に示すどころか。器量がないことが天下にバレてしまう。だから、この戦は慎重にも慎重を重ねて申し上げます。どうした？我が軍の先方、安富元家は南近江金剛寺まで進出。六角軍をことごとく蹴散らしました。圧勝でございます。本当か？ほら、楽勝ではないですか。このまま勝ち切れればよいが、くれぐれも慎重に軍を進めるのだぞ。よい。一気に六角を追い詰めます。だから慎重に、義種が後方の三寺で戦局を見守る中、最前線の細川を主力とする幕府軍は、さらに南近江を蹂躙しました。義久の時より容赦ないな。一旦甲賀に引くぞ。激しい攻撃を受けた六角高頼は、
南近江黄河の山岳にこもり、戦闘を継続しましたが、戦況は幕府軍が圧倒的に有利なまま推移しました。しかし、六角高頼は、地の利を生かしたゲリラ戦で幕府軍と対抗し続け、さらに、今が好機。あんたたちみたいなおバカさんは、あたいが全員琵琶湖に沈めてやる。まずい、退却だ。六角軍は前線基地の金剛寺を奇襲し、細川軍の安富元家を敗走させました。面目次第もございません。だから慎重に戦えと言ったのだ。このバカ者。いた。何故それがしが殴られた。細川殿、援軍を使わすから。とにかくまず、最前線の六角軍を破り、奴らを黄河の山に押し込めろ。はい。細川軍に援軍として、赤松、芝軍が合流すると、柳瀬ヶ原で六角高頼の大軍を破ります。そして、私も行く。どちらにおいでですか。最前線。はい。それはお命が危のうございます。負ければどうせ命も名誉も全てを失う。戦に負けるというのは、そういうことなのだ。ならば、少しでも勝ちに近づけるように、私は最前線に行く。かしこまりました。ならばそれがしは、ここで後方支援を。お前も来るのだよ。へぇー。堅牢な黄河の山岳に潜む、六角高頼を本格的に攻撃するために、吉種は最前線の金剛寺まで進軍。ここで指揮を取ります。将軍自ら最前線に出るって、なかなかふっかるな将軍だね。そんな行動力のおかげもあって、黄河への攻撃は、幕府軍が圧倒的優勢のまま進み。殿、敵が迫っております。この黄河の山々を捨てねばならぬとは。退却だ。どこに逃げればよいのですか。国境を越えて伊勢に逃げる。しかし伊勢の国に逃げ込むと。ようこそ伊勢の国へ。で、北畑。逃げるしかない。伊勢の国に入るなり、北畑氏の軍に惨敗した高頼は、さらに逃亡し姿をくらましました。高頼にこそ逃げられましたが、幕府軍は、六角軍を再起できないほどに壊滅させたのです。勝った。のか?勝ったのです。圧勝でございます。こんな圧倒的な勝利は生まれて初めてだ。戦に勝つというのは、良いものだな。そして一年半の戦いを経て、吉種は京都に凱旋しました。この遠征を通して吉種は、運河のごとき大軍を率いるだけの器量を示し、義久が成し遂げられなかった、六角征伐を成し遂げるだけの武威を見せつけ、戦を通して、諸大名との主従関係を築くこともできました。義種は、押しも押されもせぬ、大将軍となったのです。いやー、登場シーンで都落ちしてた頃からは、考えられない出世ね。私だったら調子に乗ってしまうかも。義種も、明らかに、調子に乗り始めました。いい草っていいな、できたらいいな。しましょう。畠山元家征伐しましょう。朝倉征伐しましょう。オッケー、じゃあまずは、元家討伐して、それから朝倉討伐ねー。では早速下地しましょう。待った。まだこの前六角征伐が終わって、先月都に帰ってきたばかりではありませんか。だから平和を休めるべきかと、立て続けに戦をすると、金が持ちません。多くの者たちから、延期してほしいと要請があるのですが。じゃあいい、お前は留守番だ。戦したい我々は戦するもんねー。ねえ。すごい調子に乗ってる。畠山征伐は一部反対意見もありましたが、決行されることになり、吉種はまた、運河のごとき大軍を率いて、河内に出陣しました。この前にも増して大軍ですな。私の意向をもってすればたやすいことよ。さすがです。この大軍があれば、河内の元家などすぐにひねり潰せます。多勢に無勢。畠山討伐は順調に進み、勝利は目前でした。楽勝ですね。ね。河内は、久保と正長に、蹂躙されてしまいましたな。大丈夫だ、問題ない。これは、地震が終わりのようで。ふふふ。都とは、話はつけてある。我々が負けることはないよ。もう今から同時並行で、朝倉討伐もやる?それは明暗ですね。失礼、スマホの通知が。警長。挙兵。細川が挙兵したってヤフーニュースで出てるんですけど。挙兵。今さら我々に援軍を送る気か?なんだこのニュース速報は。そんな話聞いてないぞ。御所様。
御所様御所様。大変です。諸大名が陣を引き払って、都の方に引き上げていきます。一体、何が起こっているんだ。ここからが、義胤にとって長い戦いの始まりでした。この後義胤はどうなるの？ああまた続くになってるー。